どうもこんにちは。今回は、踊り、を取り上げようと思います。踊りってきたきた踊りか？はい、尻の動きが魔法陣の形になっていてって違います。FF5 の踊りについてです。踊り子のアビリティに、踊る、があります。いろんな踊りが発動するやつだな。はい、全部で4種類あります。見ていきましょう。二人のジルバ、敵単体の HP を吸収。ミステリーワルツ、敵単体の MP を吸収。魅惑の単語、敵単体を混乱させる。剣の前、敵単体に大ダメージ。必中4倍撃、全部でこの4種類ですね。発動確率はそれぞれ 25% です。剣の前、めちゃ強かったよな。はい、踊りの中でも、この剣の前が一番の目玉です。そこで、この剣の前を発生させる確率を上げる装備が存在します。ダニー、それが、ラミアのティアラ、レインボードレス、赤い靴の3種類です。どれか一つでも装備していれば、魅惑の単語が発動しなくなり、代わりに剣の前が発動します。これで確率が 50% になります。なるほど。2回に1回の発動か。これなら使えるな。これらの装備はどこで取れるんだ？ラミアのティアラは、第一世界でロンカの遺跡に登場するラミアから、レア枠で盗めます。こいつだな。盗むところの映像は撮れなかったのでご了承ください。これを逃せば第三世界まで入手できないので、ぜひ入手しておきたいところです。第三世界では、新起動の街で買えます。ロンカの遺跡もクリアするとなくなるから、逃さないようにしないとな。赤い靴とレインボードレスは第三世界の次元上の宝箱にあります。ほぼラストステージだな。もしくはこのフェニックスの塔のモンスターから盗めます。このコムサベラからはレインボードレスが盗めます。コムサベラ、妖怪人間ベラの親戚か？そしてチェリーから赤い靴が盗めます。チェリー、ハイバラアイのコードネームだな。本名宮の尻尾ですね。盗めるのはどちらも通常枠です。ほうほう。盗めやすくていいね。ちなみにチェリーからレア枠では、エルフのマント、が盗めます。さらにこの塔に出る、キャムキュビア、からは、通常枠で、リフレクトリング、レア枠で、リボン、が盗めます。バッチたちはまるで追いはぎだな。では実践です。踊り子にアサシンダガーを装備させて攻撃してみます。またラスボスで検証か。2394ダメージ。踊り子の力が弱いからそんな強くなくね？はい、そう言われるのは想定内です。ダニー。そこで、格闘、のアビリティをつけてみます。力が文句と同じになるやつか。武器を持ってても強くなるんだよな。はい、見てみましょう。3556ダメージ。おお、強くなった。でも真の強さはここからです。ダニー、まだあるのか。武器を外して、素手、にしてみます。合わせて2944ダメージ。弱くなったじゃん。そして、調合でレベルを上げてみます。まずアサシンダガーで試します。5934ダメージ。1.66 倍になりました。ほうほう。そして素手にします。ここで二人のジルバが出る悲しさよ。今度こそ、うえー、合わせて8448ダメージ。 2.82 倍になりました。武器でのダメージを超えたな。どうしてこんな強くなったんだ？武器でのダメージはレベルに比例、格闘ありの素手のダメージは、
レベルの2乗に比例するからですね。ふむふむ。武器の計算式は、攻撃力イコール武器の攻撃力プラス0から、武器の攻撃力ある8、倍率イコール、自分の力かける自分のレベルある128、プラス2、カットアリノスでの計算式は、攻撃力イコール0から、自分のレベルある4、プラス、自分のレベルかける2、プラス3、倍率イコール、自分のレベルかける自分の力ある256、プラス2。なるほど、わからん。格闘素手の場合は攻撃力と倍率の両方にレベルがかかってるから強くなるんですね。ちなみに素手での格闘なしだったらこうなります。攻撃力イコール0から、自分のレベルある4、プラス3、倍率イコール2。もうええわ。言うてる間にレベルがかなり上がったので踊ってみましょう。つえなおい、こんな状態か。戦闘中にレベルを上げる方法はどんだけあった？英雄の薬、を飲む。レベル10上がる、調合で、サムソンパワー、聖水プラス毒消し、を使う。レベル10上がる、調合で、ドラゴンパワー、ポーションはハイポーションプラス竜の牙、を使う。レベル20上がる、英雄の歌を歌う、以上ですね。英雄の薬か。薬の存在忘れていたぜ。そういえば攻略本に、硬くなる薬。って薬も書いてあったけどあれはなんだ？硬くなる薬はプロテスドリンクに名前が変わったようですね。攻略本の間違い、まだあったのか。しかし、この戦術強いね。はい、お願い買いならこれでいけるとの情報をいただきました。いただいたって誰に？以前の FF5 の動画にコメントしてくれた方です。視聴者提供の攻略情報だったのか。はい、以前のルーンブレイドの動画やリヴァイアさんの動画もコメントがあったので取り上げさせていただきました。視聴者様に感謝だな。はい、他にもこういう攻略がある、こういうのを取り上げてほしいというのがありましたらぜひコメントください。動画が良かったら高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。おまけ、オメガに剣の前